うわ、超えたね、バンカー。超えましたよ。ラッキーですよ。いつも入りますね。じゃあ、あなたね、はい、ほんとね、はい、いい感じ。いい感じ。そう。それ抽象的すぎて、もうちょっと具体的に言っていただいてもいいですか。なんかどこにあるあのこれ。え、あれ、どうしたのこれ。これ何ですか、このラインは。なんて言うんです。これはだから、ルールこれね、はい、グリーンエッジとこのラフの境目につける穴なのよ。この中には、はい、タイヤのチューブが入ってる。あ、そう、ね。芝が混ざらない。わかる、はい、だからこれは人工的にできたもんだからフリードロップ、ね、はい、これもマークしてフリードロップできるんです。知らなかったです。これはね、はい、この穴はプレス、プレス、プレス、一番近い場所にプレス、プレス、そうだからマークして土を取って、うん、そうやらないのキャディさん拭いてキャディさん拭いて、ほんでこっち側にプレスするとさ、はい、線をまたぐじゃん、はいはい、こっち側にやるんだよ。プレスっていうのはどういうことですか。置くってこと。あ、ドロップじゃなくて、そう、前向きに置いて、後向きじゃない、前向きに置くんだよ近くならないと、そうそう、この辺にね。でこれだと、そうそう、もういいそこでいいけど、そういいよ、それでいいよ、もう OKOK、 でもこの辺だとダメなんですか。あんまり遠く行かないの。これダメです。ダメダメダメ、一番近い場所から行かないと。これ来ました。見た、はい、はい、後ろから見て、何打つのこれ。パターです。いいね、無理しないとこがいいね。もちろんですよ。そうだよね、はい、ね、グリップちょっと汚いけどパターンな。これは何、左から右でしょ。いや、それ分かんなかったら向こうから見たらね、これそこに行った時にグリーンの傾斜を見るんだよ。そうそう、ちゃんとしゃがんでまた開かないようにしてね、そうそうそう、そうやって見るの。どうなってる、うん、登ってるでしょ、はい、今度あっちから、あっちから見て。遠いですね。どう、どっち曲がってる。こちらに曲がってます。曲がってる、うん、合ってるよ。合ってますか、うん、ということは左に狙います。どこ狙うの。ここら辺ですかね。うん、いいよ、打ってみたら。まず素振りするんだよ、はい、肘から打つけて大きく素振りしてみ。はい、お、いいね、いい感じ。もっと大きく、もっと大きくしてみ。もっと大きいんですか。うん、そうそう、いいよ、行こう。こんな強くていいんですか。いいよ、もうかっ飛ばしそうですけど、行きますよ。あ、全然、あ、全然いいじゃん、ほら、あ、ほら、超えちゃいます。いいじゃん、だってそんな行ってないじゃん、そんなにさ。どうせこれはさ、2つなかなか行かないじゃん、はい、3つで行くと思わないと。はい、そうですね。そうでしょ、はい、サウジアナでしょ。サウジアナです。本当、入ってほら、サウジアナです。ほんでクラブはさ、このバギーがあこに、なんかいっぱい来てるよ、こっち、ほら、あ、持って帰っちゃったよ、ほら、あ、持って行ってますよ。ちょっと、ほら、油断したからさ、あの、だからココナッツの水持って帰っちゃったよ。ひどいね、サルジアナは。ここサルジアナじゃない。財布持って、財布と電話大丈夫。すごい叩かられてます。開いてますよ、だって。本当だ、開いてますよ、小島さんのバッグ。Thank you.